いや帰ってきたね。外していいですか？ダメ。いや、せっかくカッシーにさ、服選んで来てもらった、うん、メリークリスマス。うるせえよ。今日は12月21日。あ、そうなの？もうイブイブイブよ。そんな重ねる？うん。もう10月ぐらいからもうイブっとかないと。ああ、そうですか、はい。なんか美味しそうなもありますね。乾杯しよう。ちょっと外していい？マジで。え？乾杯、乾杯だけ。これ？うんうんうん。これ大丈夫？怖いんだけど、これ。テンションやから。ちょっと。あ。パリピじゃないな。ああ、すごい。はいはい。はい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 、どうもどうも。シャンパンかな？はい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 、あーだだだだだ、まあ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 、視界が狭いね。はい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 、星みたいな視界になった。星やからね。はい、メリークリスマス。メリークリスマス。あーあーちょっと早い早い早い、帽子ぐらいいいやんか。いいや、もうこんなガシャってなるから。いやなんかいろいろありますね。いや食べよ。タコライスもある。タコライス。うまよ。肉や。洋風やね。チキンかな。いただきまーす。いただきまーす。うわ、たこ焼きあるで。うん。あ、うまい。チキンや。うん。超冷えてんじゃん。ねえ、絶対冷たいよね。ねえ、うんじゃないの。ぬるいどころの騒ぎじゃない。ほんと？キンキンに冷えてやがる。いや、返し、返し。また打ち上げ放送ですか、これは。はい、うん、あの、決まってんねん。何が？どっか行ったら帰ってきて、うん、飲みながら喋ると。あ、ほう。うん、うん、観覧車で散々喋ったよな。あー、うまいな。ちょっと、ちょっともう一杯。うん、行くね。行きますよ、そらもう、うん。なんかさ、作ったじゃん、いろいろ。うん。あれ、どうするの？なるの？急ぎなさんなって。そう？でも、アウター脱いだろ。だってさ、半袖じゃん。着るしかねえんだよ、俺。え、その下そうなんだよ。そうよ。おかしい、チョイスなんだ。すごい極端だね、カシー。俺を着続けるしかないよ。この真冬に。極端よ。おしゃれは我慢って言うもんね。そうそうね。我慢も含めて。だから全然脱がへんなと思った。そうよ、あるんだもん。うわぁ、カッシーに褒められましたね。そうよ。そう、あの、できました、スノードーム、うん、はいはいはい、はい、あなたのはね、視聴者プレゼントで、うん、どこかにね、R 藤本サンタからプレゼント。いや、あれはすげえいいと思うんだよ、うん、私、うん、こちら、ね、じゃーん。なんかさ、地方のお土産だよね。これ地方の土産だよね、これ。もうさ、大阪のさ、なんか天王寺の古いお土産屋さんにさ、レジ横に売ってるやろ。ほら見て、んほらほら、あ、マウドね。これはね、金と桜と金を入れて、あ、なんかやってたね、パウダーみたいな、はい。でもなんかやっぱちゃんと形なんだな、うん、そう、で見てプリクラ。これ家じゃないよ。うちらがいつまでも水の中にいます。なんでよ。なんか思ったよりちゃんとやっぱり仕上げてくれた。プロの技はすごいね。うん、もうちょっとね、調子だけでもね。いや、完璧、ありがたい。もう拝むこと。いや、だからそれ余計死んでるみたいになるの。スラミンゴが怖えんだよな、なんか高えしさ。同じ高さに、うん、俺のはもう行ってるよ、誰かの家に。え、もう見えないの？見てないんだけど。ねえ、ちゃんと考えてやったら俺見えない。もう行くの？うん、マジか。そこの感想ないねん。ちょっとリプとかで欲しくださいよ、写真上がった人。Google チャンネル見てもらったら、ちゃんとインサートで押さえてる。てか、なんで見せてくんないの？もう現物はもう、マジか、とんでもない。見れない見れない。すげえショックだわ。わ、見たかったな。もう我が子は違う人の手に渡ってる。あ、そう、早いね、そこの動きは。すごいよ、スピードグーグーやで。あ、そう。うん、ツリーもあるし、うん、犬もあるし。犬は何なの？ね、このマントを羽織った犬は何なの？ほら、クリスマスといえば柴犬や。トナカイでしょ。ね、このさ、大魔王みたいなさ、ね、大魔王みたいな、これ何なの？ラスボス。あ、これあれだわ、絶対あれだわ。何？ん？これ真似するやつでしょ。嘘。お、うまい、うまい。
腹立つ。なんだこれ、なんかバカにされてるみたい。自分やってんだろ。ちょっとなんか言ってん。私こんなんちゃうし。ビッグバンだ。ほらバカにされてるやん。いいね、いいね、なんやこの犬。いいね、これは。クリスマスらしくですね、ちょっと私たちがね知っているある方々からメッセージとプレゼントが届いてるそうです。え、プレゼント、はい、あら、まずじゃあメッセージがね、この方たちから届いております。たち、はい、藤本さん、さきさん、ハッピーメリークリスマス。ハッピーメリークリスマス。フィメールラッパーのリルデビ&シアです。ラップ女子、ね、来てくれたでしょ、うん。クリスマスといえば、初めてメジャーレーベルと契約した史上初のラッパー、クリピズブローのクリスマスラッピンを聞いて、ぜひクリスマスもヒップホップに過ごしてください。ぜひまた遊びましょう。やって薄薄くないよ。え、メールじゃん。しかもメール。あ、そう、もう今時の子やからメールやね。まあね、手紙とかじゃないね。あ、そう、うん、メールラッパーね。ありがとう。うん、何何出た、リュウジさん。お、藤本さん、さきさん、先日はどうもありがとうございました。あ、こちらこそ。美味しいものとても楽しかったです。うん、これからいろいろな食についての楽しさを共有できればと思います。ね、虫とかね、うん。そんな僕からのプレゼントは食べる削り節です。いきましょうね。これ生ハムのような食感がしてワインとすごく合います。マジ、お酒好きの2人にぜひ食べてほしいと思って送りました。ハッピークリスマス。 PS、 この間のボードゲーム楽しすぎたので買ってしまいました。かっこ笑い。これだ、ベストフレンドエース。あ、へえー、あれ楽しかったな、うん。ということで、食べる削り節、絶対うまいやん。リュウジさん、リュウジさん、ありがとうございます。あ、わー、こんなん嬉しいわ。ちょっと食べよう。うん、生ハムのようなやってワインに合うって。うわ、普通ね、こんなん焼酎とか日本酒だろ。確かにね。あ、匂いすごいわ。リュウジさん、え、うわ、あ、リュウジさんの匂い。リュウジさんの匂いじゃないよね。リュウジさん、おばあさん吸うなよ、あんまこんな、こんな近づけて。あ、でもすごい香ばしい匂いしますね。あー、あー、うまいわ。確かに食べる削り節だわ。あ、めっちゃ味が、歯応えがしっかりしてるね。うん、なんだろうな、うん、生ハム、うん、でもちゃんと魚ですわ。なんか生ハムをめっちゃくちゃ10年ぐらい燻製した感じわかる。いや、わからん。で、確かに香ばしい。うん、うまい。おいしい。うん、確かにワインでも日本酒とかでもいけるやつな。確か、あ、パスタに混ざるとか ね、 いいね。うわ、リュウジさん、さすが。さすが、やっぱチェックしますね、うん、こういう美味しいもの、うんうん、これはいいですわね。うん、うん、に比べてラップ女子はね、ね、メール1個でね、軽く済ませやがって。あ、いいぐらい踏んでこいとメッセージしてくれな。確かに、1個も踏んでなかった。踏んでないよ、なんか踏め踏め。おイオリンちゃんから、おお、プリモ、プリモ、うん、メリークリスマス。メリークリスマス。あ、藤本さん、桜井長崎さん、先日はとっても楽しい時間ありがとうございました。私からのプレゼントは白ブランケットです。なんお二人で映えなお写真を撮ってくださいね。映えんの。おお、何か。イオリンちゃん、ありがとうございます。でかい。え、うわこれ、え、これめっちゃ欲しかったやつや。本当にうん、めっちゃ欲しい。キャバ嬢だ何でも言う感じ。なにこれ、ピッコロかな、これ何。違うやろ、ピッコロの袋詰め嫌やで。ハクブランケット、ハクの、もうあれじゃない、その名の通りじゃないの、これは。でかいよ。こうやん、こう、よいしょ。え、うわ、すごい。合ってる、合ってる、合ってる。それなんなん。ワニ。あ、食べられたってことや。おお、ほら、ほら、ほら、食べられちゃって。合ってんのこれ、邪魔なんですけど。なんなん、サンタの帽子かぶって。私今どんな状態。分からない、俺も分からない、自分のことは。
これでもいいですね、そのまま寝れそうな。そうそうそう、めっちゃ気持ちいい。こたつみたいな感じだもん。これでも映えるね。映えんの。うん、さすが。これでまたプリクラ撮りに行くの。いやもういいよ、こんでて入ったくないよ。なんで私がまたスノードームにしてあげるから。いやもういいから、もうなんでループすんねん。ありがとうございます。ありがとう、あったかいな。でもあったかい。うん、いいね、犬5匹入んで、うん、なんで犬を詰めようとするの。なんか、ね、詰めてさ、ここをやりたい。変だな、モケモケやん。知らんよ、それは。いや、りんちゃん、モケモケやな。そういうもんよ、だいたいこういうのを新しく開けるとさ、コロコロ欲しいよ。あとやって、それを。あ、いいですね、いろいろプレゼントね。はい、でも、まだある。何一つあげてないのね。確かに、まあ愛をね、あげてますからね。あ、キャバ嬢みたいな。続いては、最後です。最後。ちょっとね、動画が届いておるので。あ、動画。誰とは言わず、まず、まあ見て。はい。まあ見て。懐かしくて泣いちゃうから。あ、ほら。はい、キュー。はい、こんにちは。内川渓流観光釣り場の加藤です。今回、クリスマスプレゼントということで、今作ってきたこちらの大海原の方を、プレゼントしたいと思います。来年春夏暖かくなってきたら、ぜひまたお越しください。うわー、加藤さんありがとうございます。うん、なんよ、魚。え、これくれるって？来てんの？何これ？これから間に合ってない。どこに届くのかな。大岩菜。でかいよ。だって岩菜つるのめっちゃ難かったよね。しかも こんなんだよ、せいぜい。そう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 。こんななる。名人よ。これは。喉の奥の針を外す。日本一早く外す。いや、それで手抜かるわけやね。ふいと。うん。ありがとうございます、いろんな方が。加藤さんね、うん、また春になったら行こう。ね。うん、むしろ来てもらってね、ボードゲームやる。魚関係なく、うん、関係なく生かそうよ、特技。いいのよ、ボードゲームはいいのよ。リュウジさんもさ、ボードゲームはあかんて。でも買ったから。え、買ったでしょ。いや、そういう問題じゃなくて、楽しくなりすぎてあの人買っちゃってるやん。買った、じゃあそれでいいのよ、加藤さんもさ。あかん、加藤さんは川べりじゃないと輝かないの。だから釣りのゲームあるから。いや、そういうことだよ。カヤナックっていうゲームがあるんだ。あかんの、あの人もあそこで置いといて。ありがとうございます。なんかいろいろいただいてね。ありがとうございます。すごい感じになっております、おかげなので。いや、ほんとにね、嬉しい。うん、なんか、Google チャンネル来てからさ、その知り合いも増えたね。まあね、自分じゃやんないじゃん。うん、プリクラとかさ。確かに。うん。うん、ラッパー女子とかもね、普通接点ないもんね。そうね。うん、いろんな経験は確かにさせてもらってるなと。はい。あと季節を感じるのもいいね。確かにね。うん、まあ1年というか、まだあれか、数ヶ月やけども。まあそうですよ、半年に満たないですよ。はい、うん、もうね、あの今年が終わるんですけども、ね、どうですか。んどうでした。どうでした、うん、今年2018年。いやいや、いい、あのね、個人的に旅行行ったりもしだしたんで。あのバリ島とか、まあまあだけじゃないですよ、いろいろ北海道も来ましたし、うんうんうん、個人的には充実した。うん、それだけ。え、違うやん。何、Google チャンネルが始まったでしょうが。さっき言ったじゃん、だからそれはそれで季節を感じるしって言ったじゃん。2018年といえばもう流行語大賞 Google よ。そうなの。うん、全然ノミネートになかったけど。もうすごいから。まあ、半端ないね、Google はね。そうでしょ、うん、ね、半端ないって。え、Google は半端ないってやっぱ。本家のさ、流行語出してきたら薄まるやんか。やめてよ。うん、うん、いやでもありがたいですね、一応こうやってレギュラー化っていいんですかね。うん、毎週のようにそうなんですよ、いらっしゃって、うん、来年はやっぱあれやね、うん、海外やな。タイやな。なんでタイ。タイがいいの言ってたじゃん、あの占いの先生も。アジアがいいっつって。タイは安全だから、比較的ノリノリやった。うん、ボードゲームと。ボードゲームさ、やっぱこれ予算がやっぱ、ほら海外なんか行こうもんなら、ボードゲーム4ヶ月間ボードゲームで耐えればタイに行きます。ちょっと待って、その前にチャンネル終わるわ。終わりません。大丈夫、ボードゲームチャンネルちゃんと面白いと選んでくる、4ヶ月。いやさ、やって思うこそ面白いよ。じゃあちゃんと俺は見て面白いものを選んでくる。
本当に？私はね、ロケに出たい、とりあえず。もう日本でもいいから、各地のなんかご当地ものを食べ歩きたい。いや、まあまあ、いや、わかる。わかる、その幻のラーメンを見つけるとかさ。で、前みたいにシラスみたいなさ、見つからなくても何やかや楽しいこと起こるやん。まあね、うん、まあ、そういうのをやりたい。せっかく家もあるから、うん、これ。いやなガチ大喜利大会になる。ここで加藤さんも呼んで意外とあの人が面白いんだって。なんかマジで意外と加藤さんも確か知識はあるもんな。なんかそう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 、うちらの知らない知識。ああ、こんなマス塗りは嫌だ。どんなマス塗り。あ、面白そうやな。そうそうそう、まあちょっとね、夢は広がりますけれども、皆さん来年もぜひ Google チャンネルよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。メリークリスマス。メリークリおとよろ、なんだっけ、違う、良いお年を。ヨロピック。